卑弥呼さん心込めたエッセイ、市川團十郎。卑弥呼さんの成田屋40年、歌舞伎俳優の市川團十郎さんが自身のブログで母堀越卑弥呼さんの手料理について、確かにうまい、料理屋さん出せばいいのと本当思ってると称賛した成田屋の食卓。都内の12代目團十郎さん宅にお邪魔し、卑弥呼さんに料理への思いを聞いた。卑弥呼さんの著書、團十郎が食べてきたもの、成田屋の食卓。料理本としては異例の売れ行きという、定番レシピをまとめただけでなく、家族で囲んだ一皿を通じ、成田屋の女房として過ごした。40年を振り返るエッセイでも、あるところが受けているようだ。成田屋を支えた卑弥呼さんを知ることができる素敵な著書は、とても興味深い一冊ですね。成田屋40年の歴史、市川團十郎。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。